ケビン・コスナー68歳、バースデー。映画、ボディーガードなどに出演したケビン・コスナーが1月18日に68歳のバースデーを迎えました。ケビンはインスタグラムを通じて誕生日を報告。年を取るということについて世間の考えを信じてはいけない。年を重ねるのはギフトであり、時が経つにつれてますます良くなっていく。誕生日を祝ってくれてありがとうと感謝のメッセージを投稿しました。先日1月10日に第80回ゴールデングローブ賞の結果が発表され、ケビンはドラマ、イエローストーンで主演男優賞を受賞。妻のクリスティン・バウムガードナーと授賞式に出席する予定でしたが、カリフォルニア州で発生した大雨による洪水のため、やむなく欠席しました。授賞式当日、ケビンはインスタグラムに動画をアップし、申し訳ありませんとコメント。子供たちを迎えに学校まで行き、洪水の影響を受けて自宅に戻れなくなったと説明し、テレビの前で結果を見守りますと伝えました。ドラマ、イエローストーンは、現代のアメリカ西部を舞台に、大牧場主と土地開発業者、先住民の居留地などをめぐる争いを描いたドラマ。2018年にアメリカで放送が開始され、2022年11月からシーズン5が放送されています。長年ハリウッドで活躍しているケビンは、私生活では7人の子の父、元妻のシンディ・シルバとの間に2人の娘と1人の息子、元恋人のブリジット・ルーニーとの間に1人の息子、現在の妻のクリスティン・バウムガードナーとの間に2人の息子と1人の娘がいます。